で一番大好きだったこのゴーパー3系、これゴーパー1系なのかな、昼も夜も、昼は特急列車、夜は寝台列車として、すいません、大隅さんでいらっしゃいますか。やっぱりこの方が大隅さんでいらっしゃいます。ガミさんのチャンネルによくお出になられていらっしゃいます。ガミさんのチャンネルで天国と地獄シリーズのような過酷な企画があると必ず地獄の方を引いてしまうという方でいらっしゃいます。すいません、私りょうりょうと申します。あの鉄道系の動画を若干出していたりしてまして、あの今青春18で回ってます。はい、あの四万十六湖乗ってきたりとか。はい、四万十六湖めちゃくちゃいいです。乗ったことは終わりですか。あ、乗りましたか。すいません、大変失礼いたしました。いや、メジャーな方にお会いできて嬉しいです。おすみさん、ありがとうございます。はい、そうですね、500系新幹線のところを撮っていた時にですね、鉄道系の YouTube チャンネルでかなりの大物の方をお目にかかりましてですね、まあ、お話など伺いました。あのスーツさんが、まあ、一番このトップなんです、神なんですけど、まあ、次ぐらいのね、まあ、超大物ですよ。それでもガミさんというチャンネルにお出になられている大隅さんという方にね、あのお会いできてね、初めてですよ、鉄道界隈の方のね、実際にお見かけしたのは。ひょっとしたらひろきさんの方が早くお会いできるのかなとか思ってたんですけどね、まさか大隅さんにお会いできるというのはびっくりいたしました。はい、